回は、ご覧のようなニュースをお送りいたします。JR 東日本は、6日、年末年始の輸送状況を公表しました。それによると、12月25日から1月5日までの利用者数は、約173万人、前年の523万人から大きく下回り、33% 前後となりました。特に落ち込みがひどかったのは、都心部と成田空港とを結ぶ成田エクスプレスで、期間中の利用者は約5000人、前年の18万7000人と比べて、わずか 3% にしか達しませんでした。これは、日中の成田エクスプレスの大半を未だに運休しているためだと考えられます。成田空港発、8時50分発の後は、17時17分発まで運休中です。一方、ライバルである京成電鉄も、特急スカイライナーの本数が日中時間帯は半分に減っています。また、通常は停車していなかった青戸駅に停車する列車の設定が増えています。年末年始の状況については、まだ発表されていませんが、11月の成田空港発着の利用状況は、62万8000人、前年比 33.1% 程度となっていました。国際線の利用者が減っている中でも、毎月60万人前後の利用があるのは、興味深いデータです。Thank you for watching. See you again. Bye bye.